コンチャース。つんこさん、今回はですね、現在、ブリーダーズカップで起こっている異変についてお話をしたいと思います。何かあったんですか？お話を始める前に、今回も、勝手に、各オーナー様のウーマちゃんを使わさせていただいたり、YouTube の動画や、ブリーダーズカップ関係のサイトの情報を使わさせていただきますので、何卒ご了承ください。なお、使わさせていただいた、動画やチャンネル、サイトのリンクは概要欄に貼っておきます。さて、話を始めますが、私もチャンネル登録をさせていただいている、国見中央競馬会様のブリーダーズカップで、シーズン3に入ってから、リーディングサイヤーのランキング1位が、ステイゴールドになっているんです。これまで、シーズン1、2ともに、ガリレオが1位だったのですが、シーズン1では9位、2では4位だったステイゴールドが、ガリレオを抜いてトップになったんですよ。どうして、ステイゴールドが、急に1位になったんですか？理由としては、多くのオーナー様が、ステイゴールドで配合するようになったからだと思います。それで、どうしてステイゴールドが使われるようになったかというと、やはり、この馬さんの存在が大きいと思います。1ヶ月くらい前から、某電子掲示板サイトのブリーダーズカップのスレッドでも話題となっている、アジコメアブラオーです。このめちゃくちゃ強いお馬さんが、初代配合で生まれたことで有名になってましたね。おそらく、このお馬さんの配合を真似て、ステイゴールドで種付けするオーナー様が増えたからだと思います。でも、他にも、強いお馬さんはいっぱいいるのに、どうして、このお馬さんを真似るんですか？その理由としては、やはり初代配合というお手軽さでしょうね。前回のアップデートで、繁殖牝馬が出現しなくなるバグが修正され、スプリングスイーツも手に入りやすくなりましたし。それに、このスプリングスイーツとステイゴールドの初代配合なんですが、私がよく使う配合ツールの制作者である、雄一郎様の動画でも、初代配合のランキングで1位となっていますしね。それはすごいですね。ちなみにこちらが、その配合結果となっています。凝った配合が成立、短距離2つ、底力3つのクロス効果です。しかも、スピードニトロが17もつくんですね。シュババも繁殖牝馬も優秀な馬さんだし、強いお馬ちゃんが生まれるのも納得ですね。ただ、私としては、初代配合で、こんなに強いお馬ちゃんが生まれると、大重ねの意味がないような気がしますし、ブリーダーズカップが、ステイゴールドとスプリングスイーツの配合のお馬ちゃんだらけになるのも、なんか変な気がします。それもそうですね。そう言いながら、実は私も、この配合を真似てみました。ダバしか生まれませんでしたが。真似とったんかい。ということで、今回はここまでです。それじゃあ。またねー。